水炎事件は、1936年末、徳王貴下の内盲軍、李主神や王栄などの部隊が、関東軍の講演を頼んで、水炎省に進出し、同省主席の風作義軍に撃退された事件。中国側では、水東事件とも言われる。内盲における自治の要求は、都とに強いものであったが、1933年7月、 百霊病の自治会議から雲を徳王を中心とする自治運動が目覚ましくなった。10月の百霊病の5時会議、11月の中央の孔次を長比連の派遣を経て、翌年2月行政委員直属の猛虎、地方自治政務委員会を設けて、何王金を指導長官とし、雲を徳王などを委員とした。西北問題、内問題が発展すると、 国民政府はこれに休んじることなどなく、1936年1月、水園省境内猛虎革命期政務委員会を設け、園さんを指導長官とし、風作儀の監督のもとに砂尾以下の委員を任命し、中央的色彩を告した。これをもって勢力は二分された。1935年12月、小主席代理との折衝で、法政、小源の 長北など六県を内蒙古保安隊の守備とすることに決まったため、同時に李主心が進出していたが、徳王はチャハル省内にいた。1936年5月12日、特化で蒙古軍政府が成立。首席雲王、総裁、蒙古軍総司令徳王。1936年夏以来事態はようやく熟し、小衝突もあった。かくして月、 水東一帯に戦火は拡大した。まず9日、内蒙古軍は水炎省へ侵入する。また、当時、日中間で懸案は山積され、中央では川越、長軍会談が行われており、13日、中国側はこの事件の背後に日本軍があるとして態度が全交化させ、日中交渉は逆転した。実際、内蒙古軍は、 日本製の武器を使用し、小浜市全予備役大祭下十数人の日本人も、古問の名義で従軍しており、田中雄吉中佐が現地で直接作戦を指導した。一方、15日以来内いも軍王英機下の騎兵は、大韓義勇軍と称し、東亜より共産党と国民党を駆逐すべしとの推進の票を発表した。17日、 徳王もすでに一週間前に決起していたことが判明し、その傍協戦であるとの宣言などにより、事態はいよいよ明白となった。中国側では、偽人と命名し、また故意に、川越、長軍会談を宣言したのである。19日頃戦線は、甲和、東林、向川、片東、五元と250マイルに伸び、おのおの本拠100例秒、平地泉に置いた。 内蒙軍の戦闘部隊の応援軍は11月中旬、関東軍飛行隊支援のもとに攻撃を開始したが、水援軍の逆襲を受けて、水援軍に100例秒を占領された。特王は、約4000の近鉱山部隊をもって12月3日から、100秒霊難型の水援軍を攻撃したが、敗退した。内蒙軍を撃破した水援軍は12月10日には、白無林を占領した。 この敗戦中に内蒙軍の一部が反乱を起こし、軍事顧問の小浜大佐以下を射殺して、水援軍に投降したため、内蒙軍は壊滅的大敗を喫し、再び立つ余力もなかった。11月21日、日本の外務省から本事件は、中国内政問題であり帝国感知せずとの非公式宣言を成した。一方27日、関東軍は、 傍険の立場から大なる関心を有し事態波及の場合の決意を当局団を持って発表、二重外交を提した。満州国は関東軍に従った。百例病選挙問題は後に第70議会において問題となった。中国ではこれより先、抗日運動が盛んで、時あたかも日本在下防のストライキ中であったため、 全国的な献金運動、十兵運動を起こし、風作儀と百霊病の名は大きく兼用され、日本軍をソルルに足らずと思われた。国民政府は百霊病選挙の後強行にも川越長軍会談中の根本要求を一周し、在下に本防石ストライキを厳重取り締まり、日独防強協定に対して防強は内政的問題であると、ことさらに主張した。 事変後、百霊病は内蒙軍に奪還され、ここに、新日防鏡盲強地区が新しく誕生した。今井竹を、品事変の回想、日中は平行作回想と、証言1937から1947。今井竹を、品事変の回想、日中は平行作回想と、証言1937から1947。ありがとうございます。